アルジェファーソンはアメリカ合衆国ミシシッピ州モンティチェロ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワードセンター208センチメートル120キログラム。高校はプレンティス高校でプレー。在学中の4年間すべてのシーズンでミネソタ州とカンファレンスのオールチームカンファレンス MVP に選ばれ。 3年生の時には37.1得点18.0リバウンド5.0ブロックの成績でチームを州チャンピオンに導き、最終学年には42.6得点18.0リバウンドの成績で州のミスターバスケットボールに選出された。マクダナルズオール、アメリカンゲームでは16得点11リバウンドを記録した。在学中のキャリアハイは66得点。高校卒業後、 大学には進学せずに2004年の NBA ドラフトにエントリーし、1巡目15位でボストンセルティックスから指名を受ける。ルーキーイヤーとなった2004から2005シーズンは71試合に出場し、6.7得点に4.4リバウンドの成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選出される。翌2005から2006シーズンは足首に怪我を抱えたままのプレーが続き、 出場試合数は59試合に止まり、成績も周囲が期待したほどの成長を見せなかった。ジェファーソンはこのシーズン終了後に、怪我の原因となった体重を絞るべく専門の栄養士を雇い、約1 5ラムの減量に成功。さらに夏には足首に発見された骨棘の除去のため、手術を行い、万全の状態で新しいシーズンを迎えようとしていたが、開幕直後に盲腸が、 発覚、11月8日にこの年2度目の手術を行い、11月23日にようやくチームに復帰した。序盤は多難に見舞われながらも、2006から2007シーズンのジェファーソンは飛躍の年となった。このシーズンのセルティックスは、テオラ・トリフ、ケンドリック、パーキンス、マイケル・オロー・カンディのセンター3人が相次いで故障するという非常事態に陥ったが、その分ジェファーソンには、 多くの出場機会が与えられ、60試合に先発出場し、16.0得点11.0、リバウンド1.5ブロックのダブルダブルのアベレージを残した。2007年3月5日には、イースタンカンファレンスの週間最優秀選手に選出された。このオフに、セルティックスは大規模な補強に乗り出し、ジェファーソンは、ケビン・ガーネットとのトレードのため、ゴー選手と共に、 ミネソタティンバーウルブズへ移籍することが決まった。ウルブズでは、ケビン・ガーネットが抜けたポジションに、そのままジェファーソンが収まることになった。すなわち、ウルブズのエースというポジションである。ウルブズは、ジャファーソン中心の再建計画を歩むため、トレードが行われた直後にジェファーソンと5年6、500万ドルという大型契約を結んでいる。ジェファーソンは、チームの期待に応え、 2007から08シーズンは21.0得点11.1リバウンドを記録し、平均リバウンドはリーグ5位にランクされた。1月の第4週には平均33.3得点15.3リバウンドを上げ週間 MVP に輝き、キャリアハイの41得点も上げている。ヒューストンロケッツのチャック・ヘイズをかわすジェファーソン2008から09シーズンも、 ジェファーソンの奮闘は続き、23.1得点11.0リバウンドを上げるが、シーズン途中に故障してしまい、50試合の出場のみ、止まった。2009から10シーズン後、トレードで、ユタジャズへ移籍した。2013年7月10日、シャーロット・ボブ・キャッツに移籍した。2016年7月1日、インディアナ・ペイサーズと3年3000万ドルの契約を結んだ。基本に、 忠実なため決して華やかさはないが、ポストプレーのバリエーションの豊富さはリーグでも屈し、恵まれた体格を武器にパワー勝負に出ることもあれば、正確なジャンプショットでミドルレンジからもシュートを決めることができ、フックショットやターンアラウンドジャンパーも抜群の決定力を誇る。ありがとうございます。